両チームの選手の姿が見えました。画面の右、藤色のユニフォームが藤枝真由志、一方画面の左、白のユニフォーム、アウェー。今キックオフされました。藤枝のキックオフでゲームが始まりました。左から右に攻める藤色のユニフォームがホームの藤枝真由志です。秋山も上がっています。川島ヘディング決まりました。先制ゴールは藤枝真由志。先制した藤枝です。リプレイです。ニアに1人走り込みながらもファーサイドで待っていた川島、叩きつけるようにヘディングシュートを決めました。長谷川、中村、中村が引きつけながらシュートを打った。キーパーパンチング、キーパー杉本のパンチングでした。枠に飛んでいました。強烈なシュート。サヌキも選手が戻りました。さあ那須川、左足のクロス、ヘディング決まった。那須川へ、那須川のクロス、まだあります。今度は低いボール、ゴール前、決まりました。先制ゴールは藤枝。59分台というゴールになりました。先制した藤枝、均衡を破りました。プレーです。低いボール、吉平の前にボールが下げて姫野へ、姫野から右サイド、さどみ、クロスボール、大石決まりました。2点目、追加点を挙げました藤枝。72分、大石は2試合連続ゴール。これでリプレイです。久留美のクロスだったと思われます。その逆に藤枝はこういった、あっとパスのミスになった、チャンスになった、シュート決まった。1点返しました。鎌田バーレサヌキ、神谷のシュートが決まりました。展開しました。藤枝のミスを見逃さず、21番の神谷亮斗がヘディングで中に入れられない。試合終了。ホームの藤枝、2対1で